オオーディオブック「機械仕掛けのブラッドハウンド」「神楽井探偵事務所」「扉に取り付けられたステンレスのプレート」「そこに彫り込まれている民調隊が肩で息をする俺を出迎えた」俺「俺芥田宗介は見ての通りゆえあって探偵の真似事なんぞをしていたりする」 水平寺隆著朗読小暮鉱石田中愛美伏見遥後藤綾佐若林優小野江周磨二人の探偵を待ち受けるのは悲劇か喜劇か繰り広げられるは 指に見入られたた愚者たちの論オーディオブック「機械仕掛けのブラッドハウンド」各オーディオブック配信ストアにて販売中。